ミロラド・パビチミロラド・パビチは、ユーゴスラビア・ベオグラード出身のセルビアの小説家。たぐいのない仕掛けに富んだ幻想的な小説を発表した。また、詩人、三文作家、翻訳者、文学史研究家でもある。彼の王子、ニコラ・パビチはカジカビアン方言の作家。2009年11月30日。 心臓麻痺により死去。81歳没。現在までに5冊の小説を書いており、英語をはじめ多数の言語に翻訳されている。しかし、多数の短編は翻訳されていない。また、戯曲を一つ書いている。パビチの小説は、通常の小説のように初めから終わりまで通して、読むようには書かれておらず、一冊一冊に様々な仕掛けが施されている。また、読者は、 著者、パビチが進めない読み方をすることもできる。この仕組みのために、比類のない精緻な小説、作文技術が多用されている。これらの作品群は、合わせて80種類以上の翻訳版が、各言語で出版されている。日本語では、小説3作品が出版されている。上記の通り、ハザール辞典と、テイ最後の恋、占いのための手引書には、男性版と、 女性版がある。これらはほんの一部しか違わないが、その違いは決定的かつ重要である。ありがとうございます。